あ、どうも、こんにちは。コウゾレです。ということで、実写動画の前々回のね、動画見てもらった方にはね、わかると思うんですけど、自分ね、これを食べたんですよ、これ。これ食べた結果、半分ぐらいしかね、食べれなかったので、今回も食べる系です。はい。もうね、この話の流れ、わかると思います。はい、今回食べる商品、こちら。激辛焼きそば。ペヤングですよ。自分の中ではね、おそらく、これ、あのペヤングの一個下のランクだと自分は思ってます。はい、もうこれならいけるだろってことで。前の、このペヤングはね、ごく激辛だったんですよ。でもね、今回俺見て、激辛なのよ。余裕でしょ。ということでね、今から食べるんですけど、枠を作るんですよ。でもなんか、とんかつソースみたいでうまそうだけどな。はい、できました、できました。はい、こんな感じ。さあ、食べますよ。甘いもの用意しよっかなーって思って、お菓子がいっぱい入ってるところね、こうガチャって開けたところ、はい、そのまんまグレープーってことで、これ、3個に1個、超酸っぱいやつが入ってるんですけど、3分の1なんで、マジで、一回開けときますね。マジで。これで酸っぱいの出たら、本当に死ぬからね。やだよ、ほんと。前、行きますよ、行きます、行きます。いただきます。やばい。一緒だって前回と。これちょっと行きます。やばい。行くよ。いきます。みんな見て、完食。まずね、この激辛ペヤング食べようかなって思ってる人なら、まずこれ。今、これ。これ食べて、ま、余裕だなって思ったらもう次、ごく激辛。それも余裕だなって思ったら次はごく激辛の2倍。で、これクリアしたら、もう天才ですね。はい、ということでね、激辛ペヤング食べたいなって思う人はね、普通に買ってみてはいかがでしょうか。ごく激辛のね、2倍がおすすめです。まあそういうのはね、冗談としてね、一番おすすめとするのは、まあ普通のね、普通のペヤングですね。はい、普通のペヤングをね、皆さんにね、おすすめしていきたいと思います。まあ一回も食べたことないんですけどね、